ジャパニーズヨガの夏美です。今日は寝たままゴロゴロと目の疲れであったり肩周りをリフレッシュするというヨガを紹介していきます。では仰向けになっていきましょう。さあ仰向けの状態になったら一度膝折り曲げて左右に揺らして、まず腰から背中のリセットをしていきましょう。さあではゆっくり動きを止めて、もう一度足をだいたい腰幅程度に開いていきます。背中もピタッとマットについたまま、まず両手を天井の方に向かって伸ばしましょう。もう一つググッと前に伸ばして、吐いて肩をストン下ろします。もう一度グッと手を前、吐いて、繰り返しましょう。吸って前、吐いて、あと一度です。吸って前、吐いて、さあ、では手を真横に開いて肘を直角にしていきます。ちょうど肩の真横に肘があるポジションです。そこから手を直角に指先を天井に向けます。ぐぐっとまた手を下方向に下ろしていきます。で、動きが止まって痛いなという手前あたりにしましょう。もう一度天井の方に手先を戻して、そこから手のひらを下にぐっと向けます。いけるところまで手を天井、もう一度手のひら地面、ふー、腕や肩周りに効かせる動作です。ラスト、吐いて、ふー。さあではもう一度今度は手の甲を地面に置きましょう。そこから吸って、吐きながら肘をぐっとウエストの方に向かって引き寄せます。今度肩甲骨、背中側がギュッと締まっていくような感じです。ではゆっくり開いて、今度肘は上方向です。肩の横よりももう一つ上に上げましょう。手が、手のひら同士がクロスしてしまってもいいです。息を吐きながら、肘をウエストの方、もう一度吸って手を滑らせて、手のひら同士クロスしてもいいです。吐いて、ふう、肘をウエストの方に引き寄せる。吸って上、吐いて、ふう、では一度手を解放して、また体側に戻していきます。軽く両足を閉じて、右膝を寄せて、吐きながら膝を左側に倒してツイストしましょう。さあそこから右手甲を描くようにスーッと内側から伸ばし、さらに手のひらを上向きにしたまま、斜め上方向に伸ばします。対角線上ですね、右足と右手でこうキューッと引っ張られているような感覚、視線も右の手のひらの方に向けていきましょう。ここで自然と呼吸を通します。力んで伸ばすというよりかは、体の力をふわっとリラックスすることで体の伸びしろを引き出していくような感覚にしましょう。なので違和感があったり、うーきついなと思ったら、このような感じでゆらゆらとさせてみたり、息をはーっと吐いてみたり調整します。では次の吸う息で膝赤をセンターに戻し、吐いて解放。体を少し揺らしてまっすぐに整えたら、次は左の膝を抱き寄せて、
吸って吐きながら膝を右側に倒してねじりのポーズ。今度は左手甲を描きながら遠くに指先を通して斜め上。息を吸って、体を楽にした後、左手側に視線を向けていくと、ちょうど首の後ろの方までねじりが深まります。同じです。少し揺らした方が楽だなと思ったら、ゆらゆらしてみたり。自分の居心地のいいポジションを探って、ただ呼吸を深く通していきましょう。ラスト吸って、優しく吐きます。では、吸いながら膝、顔センター。一旦両膝を寄せて、左右に揺らすことで腰から背中をリセットしましょう。さあ次は足を立てた状態から膝を外側に開いて足の裏同士をくっつけます。きついなという感覚があればかかとの位置を下げてみたり調節してみてください。または途中揺らしてみたり閉じたりというふうに繰り返し行ってしまっていいです。上向きの合席の姿勢。さああまりにも腰反ってるなと思えばお尻の位置を調節してあまり腰が反らない位置で行った方がいいです。さあこのまま、顔周りの緊張を解きたいので瞳、まぶたの上に優しく指先を下ろしていきましょう。ギュッとはせずに軽く触れるような形です。まず鼻からたっぷり吸って、一度口から吐きましょう。ここからは口を閉じて自然な鼻呼吸。まぶたのあたりに意識を向けて、眼球をまず上に向かってぐーっと上げていきます。その眼球の動きがなんとなく指の先で感じる形にしましょう。次は眼球を、黒目をの方がイメージしやすいですかね。黒目を下向きにします。そして次は右側。できるだけ端の方に寄せたいので、右のものを見ているような感覚。次は左。次はぐるぐると回していきましょう。自分の感覚でいいです。では逆回転もします。眼球がコロコロ回っているような感じです。では動きを止めて、イメージでいいので深呼吸、眼球で深呼吸している感じでいきましょう。鼻から吸って。自然と吐きます。もう一度。さあ、手を外して、まぶた閉じたままでいいです。膝をセンターで寄せ、リセットを左右に揺らします。さあ、では動きを止めて優しく目を開きましょう。足をまっすぐに伸ばし、次は手のひら下向きのまま腕を背中の下にしまい込んでいきます。それが難しいなという場合は近づける程度でもいいです。胸の後ろ側を開きたいので、その場合は肘で床をグッと押してこの胸の後ろ側を反らすようにします。いける場合は腕を差し込んで、
上から見た時に腕が見えないくらい。肘で床を押して、後頭部を下ろすか、もう少し行ける場合は頭頂部を下ろして魚のポーズ。さあ、口元はギュッとせず、はぁ、楽にしましょう。もう少し行けそうという場合は、目を、そうですね、閉じた状態でいいので、眼球を上に向かってあげます。黒目を上にする感覚です。口元もポカンと開いてもいいので、呼吸を楽しましょう。魚のポーズで、動きにくい背中側を動かします。さあ、ではゆっくり頭を滑らせて地面。しまい込んでる腕をほどいて、はぁ。最後、膝を抱えてゴロゴロ。さあ、では一度動きを止めて、膝をキャッチするか、手首か肘同士をつかみ、上体を起こしておでこと膝を近づけて丸くなっていきましょう。顎を引いておへそを見ます。胎児のポーズ。では、ゆっくり頭を下ろして、右手で右の膝、左手で左の膝をキャッチ。ぐるぐる膝で円を描き、股関節ほぐし。逆回転もしましょう。さあ、では手足を持ち上げて揺らします。さあ、動きを止めて、地面に足を下ろし、そこから横にゴロンと倒れて、ほっと一息。手で床をしながら体を起こして座り直しましょう。さあ、深呼吸します。さあ、今日は目のあたりであったり、この肩、背中、胸のあたりというのをしっかりほぐしていくようなヨガの紹介でした。心地よく動けたという方は、ぜひいいねボタン、コメントで教えてください。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーな紬で検索してみてください。